皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。今日もドラフトオートさんの方に、やってきました、クラウンですね、200系入庫ということですね。ご紹介いたします。こちらのモデルは 2.5 ですね、2.5 リッターの、ロイヤルサロンになりますね。まず外装の方からチェックしていきたいと思います。こちらですね、モデリスタのフロントリップがついてますね。メッキが、ワンポイントの、フロントリップになってますね。から、クリアランスソナー、ついてます。ヘッドライトは、ご覧のように、ピカピカですね、はい、こちらグリルもピカピカですね。こちらのホイールに、BS ですね、ブリヂストン入ってますね。純正だと16インチになるんですね。はい、運転席をチェックしてみます。ベージュ内装ですね。非常に状態がいいですよね。はい、エンジンかけてみます。はい、こちらのモデルが、2.5 リッターのモデルになりますね。で距離が、5万7000キロですね。はい、まずハンドルですね。ウッドコンビハンドル。ETC カードが挿入されていません。非常に状態いいですね。はい、からウッドも、ツヤツヤですね。こちらが、DVD、等で、ね、オーディオ関係のコントロール、できるところになってますね。でこちらが、灰皿ですが、禁煙車ですから、使用しておりません。はい、ジャドリンクホルダーですね。はい、こちら横開きの二段仕様となってますね。はい、電源も取れます。はい、助手席シートもね、非常に綺麗な状態ですね。はい、運転席からですね、助手席、コントロールできますよ。一番前に出してしまうとご覧の通りですね、非常に広い空間が後席に生まれますね。はい、こちらですね、 LED に打ち替えてありますよね。かな、こちら、付き方が上品ですよね、非常に。はい、こちらはサングラス入りですね。はい、こちらミラーですね。はい、ここも LED に打ち替えられています。はい、後席をチェックしてみます。綺麗な、ベージュナリストですね。はい、ウッドもツヤツヤですよ。
シートの状態も非常に綺麗ですね。はい、肘掛けですね。こちらはウッドになってるんですね。これを開けると、まあ電源が取れて、小物入れになっておりますね。それからこちらがドリンクホルダーですね。はい、こちらもウッドになってますよ。まあ、先ほどですね、助手席、一番前の方まで出してましたので、だいぶ広いですね。足元余裕ありますよ。はい、エンジンルームチェックしてます。あ、こちらもカバーで覆われてますね。 V6 の 2.5 リッター。はい、トランクチェックしてみます。おお、空気ありますね。まあ、あのハイブリッドモデルではないのでね、トランクにはかなり余裕があります。かなり綺麗なトランクですね。